です。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、マリオリアライズ、ヒーイズインコントロールということで、あのリアライズってね、気づくとかそういう意味なんですよね。なんで、このコース訳すと、マリオは操作されていることに気づく、みたいな感じだと思うんですよ。で、サムネにさ、スイッチのコントローラーがあるじゃん。それとコースウェイのトロールをうまく噛み合わせたんだろうね。うまいな、考えるのが。それじゃあ、早速やっていきますか。クリア率は 1.17%。で、最近の悩みなんだけど、ちょっと聞いてくんないかな。コース名とかさ、説明文に、何々さんへの挑戦状とか書いてるのあるじゃん。あれ、やっていいものか悩んじゃうんだよね。さあ、最初に鍵があるね。あの鍵、まだだよ、きっと。いつも下落ちると、なんかやられるもん。なんで今回上が正解。で、このオンを押して、壁を倒す。よしよし。え、なかなか順調なんじゃないの。で、ここで投げる。いやでもさ、鍵気になるよね。絶対これ罠だと思うんだよね。どうなんだろう。いや、合ってんじゃないの。ほら、合ってる合ってる。そしてこのまま上に。合ってねえやんか。気づくの遅いんだよ。じゃあこの亀の甲羅、右下の隙間綺麗に入れるみたいな感じからちょっとやってみる。うわ、ダメだよね、やっぱり。あ、でもカロの甲羅が出てきたよ。このカロの甲羅を履いて上に行けと、そういう感じだね。さあ、ピースイッチを腕、このキノコで合ってるでしょ、きっと。なんで左に逃げるね。左に行きます。なんだお前は。じゃあこのピースイッチ叩いた瞬間、ジャンプして避けるみたいな感じから叩いてジャンプ。うーわ、よしよしよし、戻ってこないで、向こう行ってよ。それじゃあピードは入っていきます。あ、そこ中間ポイントくれるね。なるほど、ピンクコインよこすか。じゃあここで中間取って、上と下どっちだろう。とりあえずこの上の土管入ってってみていい。こっちなんかあるんだろうね。うわ、また中間ポイントか。ここで5個のピンクコインを集めれっていう感じなので、じゃあ赤の土管左から順々に行きたいと思います。ここは何もしないでいいよ。きっとボム兵が壁を開けてくれるでしょ。よしよしよし、ボム兵。ナイス、花よけ。で、このバレを持って、いや、合ってる合ってる合ってる。で、上に行くと、順調じゃないんですかね、今日。ダメじゃねえか。もう引っかかった感じでしょ。あの、バネが出てくるより早く行けっていう感じでしょ。なるほど、このカロンの甲羅を持ってたらなんか意味あんのかな。ちょっと普通で行ってみていい。こっからゆっくり行こっか。ダメじゃねえか。もうどうやって回避するんだろう。じゃあカロンの甲羅をこの下に落としてみようか。そしたらなんか変わるかもしんない。いける？いける。それが正解だったんかな。合ってるっぽいよ。それじゃあ次に進みますか。うわ、この10個下もやられるしかねえじゃんか。なんでこっから走ってジャンプしていきます。やっ、あっ、あっ、あ、右まで行ってジャンプすればいいんだよ、きっと。よしよし、そして上が正解から上行ってみていい。すげえ気になる。上行かしてよ、せめて。なんだお前は。ここ上隠しブロックあんのかな。いや、なさそうだね。上相当気になるから行きますね。こう。じゃあここでしっかりドアに入ればね、ピンクコイン回収できると思うんですよ。なんで入っていきます。これで1個目のピンクコインでしょ。あれ、あ、もうピンクコイン取ってたの。あれ、いつ取ってたっけ。はい、それじゃあ左上のドアに入っていきたいと思います。次はどんなんだろうね。左上にブロックがある。これ変わんのかな。まあ変わんないね。変わったとしても右にツラルがあるからね、いけないと思うんですよ。じゃあ上に行こっか。さあ、このハテナブロック何なのかな。叩いてみます。これは取っていいんじゃないの。なんで。右に行ってんのかな。ここに行ってるパターン。なるほど、そういうことか。そんでこのブロックを壊してオンオンが変わるっていうこと。何、今の瞬間のここなんですか。テレサ、またお前か。なんか右にあるって捕まれそうじゃない。なんで叩いて上を審判、それで回避できる。よし、ね、ザバーねえな。ザバーないのは俺だった。じゃあここツタに捕まるところまでは合ってると思うんだよね。そんで右上のここから行けみたいな、なんかこう足場になってんじゃないのかな。頼む、足場って。よし。さあ進んでいきましょう。で、このボム兵で叩いて、うわ、どうしよう。あのキノコどっかから来んのかな。
そこ嘘でしょ。そんじゃあのキノコ下でバッて置けば取れるっていう感じだったんだよ。ここで取って一旦ガリガリ、うわどうしよう、右のとか正解かな。いや下行こう、ピンコイに目がくらみました僕。ほっで、いやこれ戻れるよきっと、行くよ。よし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 、これが正解なんじゃないかな。うわでも今下行ったら気になるな、どうなったんだろう、今ので正解で合ってたのかな。すいません皆さん、好奇心旺盛で下に行ってみたいと思います。どうしても気になっちゃうんですよこの下が、何なんだろうここは。はい、それじゃあ次は水色の土管、この土管に入っていきたいと思います。何が待ち受けてるんでしょうか。うわ最初ファイヤーバールだ、ギリギリまで待っておく、アイテムかなんか出てくるでしょ。いやこれは引っかからなかったんじゃないの。そんでこのちくわブロックに乗って一旦左上のブロック叩いてみるで、うわ何もないか、もう信じるしかない、頼む、たまには成功して、合ってる合ってる、で一旦ここで当たって左上に行けるんだよ。矢印信じてよかったね。じゃあこれオンオフして右に行こっか、でハテナ叩いてすぐ左に逃げるね、これが合ってる。いやいやここの場面めっちゃ調子いいよ。さあどうするんでしょうか、ファイヤー取ったらこれ左に戻れんくなるみたいな感じじゃないかな。いや絶対そうでしょ、一旦下降りてみるね。いやどうしよう、どうしよう悩ましい、このトゲゾー怪しいから一回取ってみるで、そしてファイヤーを取る。うわでも合ってるよ、ここでさ一旦当たっていいんじゃないの、そんでファイヤーって悩みに悩んだ挙句これかよ一旦このトゲソーまでは絶対合ってると思うんだよね。トゲソーを取ってこのファイヤー取ってみる、これめちゃくちゃ怪しいけどね。うわこの音楽が死に耐久じゃねえか、でも左あ抜けれたよ、こういう技術も必要とするみたいな、たまにはそういうのを求めてるんだですかね制作者さんは。じゃあこのまま一旦チビになって左に行こうか、でここで亀を投げて、いや下で投げようか、ここで投げてビッグコインを取れる、それで右に帰れるっていう感じでしょ。よし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 それじゃあ次に進みましょう。はい、それじゃあ次は右上の扉、この扉に入っていきたいと思います。これで4つ目だね。うわこの音楽は嫌な音楽だな、いつも死に耐久してる音楽がこの音楽だもんね。一旦オンオフしてみようか、うわ笑われてんじゃねえか、じゃあもう一回オンオフ変えるよこだわってなんだろういやここ隠しブロック、いやないね、このキノコ取れる、あ取れるね、このキノコ取ってチビになって、チビになれねそういう仕打ちですか、やべえこれカバーじゃあありませんね。じゃあここ何もしないでよかったんだよ、この状態でもう扉の方に進めるっていう感じだね。これでビッグコインゲットなんかな、いやそんな甘くねえか、ここはじゃあ一旦しゃがんでおいて右のレールに渡るっていう感じだね。くっそじゃあここは雲を手に入れた瞬間上押すね、それで合ってる、ここで上よし、でこっから乗り捨てて下、これでブロックが壊せるっていう感じか。うわこのブロックめちゃくちゃ怪しい、ブロック入ってんのかな、どうなんだろう、叩いてみる、何もないやって、一番しょうもねえやられ方じゃねえかじゃあここも無視していきます。でこっからキノコを取って足場内で一旦チビになっていいよ、そんでこのピンコインで終わり、終わりでしょ。うわ左下のレーンが怪しすぎる、めっちゃ怪しい、ここ隠しブロックあんのかな、うわない感じだね、どっち信用する。今までさボム兵が正解だったじゃん、なんでボム兵が正解だと思うんだよねきっと、合ってる合ってる、あの魚にタイミングよく避けていこう、このタイミング、じゃあ何だよじゃあここは右に行きすぎんようにしろっていうことだろうね、ここで一旦止まる、そして上の扉に入って5つ目かな、これで、うわまだあんの、マジかよ、じゃあ一番右にジャンプしていけるよね、あさあ戻ってきました、ここは途中でブロックに変わるから左押そっか、そしてこの針を抜けると、
それでいいんでしょう、きっと。でもう一回 P を押して早く進めっていう感じだね、きっと。頼む、何も変わらないでね。そして、あ、どうしよう、これは乗ったらいけないでしょう。ジャンプ、うまい。これが正解だと思うんですよね。さあ、次のラストの土管に進みますか。それじゃあこれがラストだね。黄色い土管入っていきたいと思います。ドッスンがいるのか。ドッスンの下いけるよね、この土管が正解。いや、先にこのメットかぶっておこうか。中身いたんだ。いや、でも僕見えたよ、あの雲の場所があるじゃん。そっからメットが来るんだよね。このメットをかぶってドッスンを叩いて上に行けと、そういう感じだね。あれ、あ、いや、いけたね。そんでオンして左から土管に入る。これで合ってるでしょう、きっと。うわ、魚が合ってた。どうしよう、これはオンオフを何回も連打する感じかな。いや、取れたんじゃない。あ、やっぱ何回かオンオフしなきゃいけないみたいな、多分そんな感じだよね。で、砲台がなくなるまでオンオフする。あ、いや、違うね、ここでもビッグコイン取れるよね。じゃあここは降りた瞬間ジャンプして麻痺攻撃を回避。それでやってる。よし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 。さあ、次はオンオフをしてあのキノコ、右か左かどっちかで取れると思うんですよね。左行ってみよっか。ここが正解、頼む、ここで合ってるでしょ。なんでいつも外すのよ。じゃあ次は右側を追っておきます。ここに行ったらキノコが取れて、でオンオフをして上の土管に入れっていう感じでしょ。ただキラーがめっちゃ消えてるよね、あれ全部消してみる。なんかあのキラーの場所がすげえ怪しいな。もう一旦でもこっち行くしかないもんね。なんでこの土管入っていくね。合ってた、これでもうゴールなんじゃないんですかね。さあ、最後にどんな感じのコースを持ってくるんでしょうか。それじゃあラストの土管、土管じゃねえ、ドア入っていきたいと思います。くっさー、これは引っかかる予感しかしねえ。頼む、普通にパウトらして、よし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 。ただこっからどうするかなんだよな。足場があるね、下に。だからこれ降りていいんじゃないの。キノコがある、降りる、よしよしよし。そんでここで、うわ、どうしよう、パウ投げていいの。投げてみる一回。なんもなんね。右下行こっか、駆けていきます。よし、ここで、あ、なんかしびれてる、なにこれ。いや、動けんのやけど。嘘でしょ、見て見て、何もできないんだよね。っていうことはこのテレサにもやられるしかないんだろうね。いや、これ救済措置あったね、鍵手に入れれたよ。ということは僕も分かりました。さっきマリオがさ振動してた部分にかあるじゃん、あそこにこのパウブロックをきっと置くんだよ。置いてこの上でジャンプすればもうゴールできる、そういう感じだよね。よし、こっから下に行こう、頼む、何も来ないでね、走ってゴールします。何も来るなよ、頼むから。誰か来いよ。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ひたすら走るだけのコースということで、説明文を見てください。一本道を進むだけなのに難しいって書いてるんですよね。その説明文の通りね、右に進むだけでゴールがあると思うんですよね。ただクリアタイムを見てみるじゃん、そしたら 9.931 秒って書いてるんだよね。なんで右に進むだけだけど10秒以内にゴールまでたどり着けっていうコースだと思うんですよね。それじゃあ早速やっていきますか。で、クリア率は 2% 台だったからね、そんな簡単にはね、うまくいかせてくれないと思うんですよ。とりあえず普通に右ダッシュしたまま行ってみるね。この状態でゴールとの隙間がどんくらいあるかなんだよね。いや、いけるかな、絶対いけないね、普通にじゃ。結構隙間あんじゃねえか。じゃあ速攻幅跳びして加速つけるね。スタートした瞬間、絶対終わったやろ今の。この状態じゃ絶対いけないよね、一回引っかかってるから。頼む、間に合って、間に合うわけねえだろ。最初じゃあチョビジャンでスタートしてみるね。これで進めないから、その後タイミングよく幅跳び、これでどのくらいの隙間が生まれるかな。
なんだよね。で、このまま一回も失敗のレジャーロイケのレジャーの食べすぎた。ちょっともう一回挑戦してみるね。最初チョビちゃんで、その後ずっと幅跳び。この幅跳びを一回も失敗しない、タイミング見せれば多分間に合わなくなるからね。やっほー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 。いや、一回も失敗してなかったよね。もう一回挑戦して、この幅跳びが一番速いよね。絶対右に行く方法はこの幅跳びが一番速いと思うんだよね。頼む、間に合って。フレチョーやんかそれ。いや、絶対道中の行き方は間違ってない。この幅跳びが一番速いっていうのは知ってるからね。最初のこのスタートだね。ここら辺からスタートして、一旦右に行って幅跳びしてみようか。なんで最初に走って、こっから幅跳び、これは来たんじゃないかな。クリア率 2% 数回で。いや、ちょっと今ミスってね。頼む、間に合うかな。なんで拍手してんの。いや、絶対合ってる。さっきさ、この幅跳びちょっとミスったじゃん。なんでこの幅跳びは一回も失敗しなかったらゴールまでたどり着けるはずなんだよね。ちょっと見ててね、集中するわ。残り1秒、いけるはず、いける。今のでもダメなの。じゃあもうちょっと早く、くぼみギリギリ。うわ、今の来たんじゃない。これ絶対いけるよ。あとはこの幅跳びを一回も失敗しなかったらきっといけるはず。残り2秒、1秒、頼む頼む。いや、ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。